福岡市の海の中道海浜公園で衰弱したコブハクチョウが見つかり福岡市などは鳥インフルエンザに感染している疑いがあると発表しました鳥インフルエンザに感染した疑いがある鳥が見つかったのは海の中道海浜公園内の動物の森エリアです福岡市によりますと昨日午前9時半ごろ公園の職員が衰弱したコブハクチョウ1羽を見つけました 肝炎検査で陽性と判明し、その後死んだということです。今後の遺伝子検査で陽性が確定すれば、他の水辺に生息する鳥の殺処分などが検討されます。動物の森エリアは、石灰の散布や清掃・消毒を行い、当面閉鎖します。海の中道海浜公園内での鳥インフルエンザの発生は初めてです。 鳥インフルエンザは感染した鳥と濃密な接触がなければ人には感染しないということです。 今週月曜日にも佐賀県の武雄市で鳥インフルエンザが発生していましたが今度は福岡市内ということになりました海の中道海浜公園の動物の森エリアということになりますそれで対応としては当面閉鎖ということになりましたニュースの中にもありましたが石灰の散布それから池の水をすべて抜いて清掃消毒もするということです そして、遺伝子検査で陽性が確定した場合これは園内で飼育されている水辺の鳥およそ140羽の殺処分などが検討されているということです。 も私もあのよく海の中道、海浜公園には遊びに行っていて、まあ、子どもたちが喜ぶエリアではあるんですけが田村さん、殺処分というようなことになってしまうみたいですね、まあ、かわいそうに思えるかもしれないですけどやっぱり、はい、あの少ない数でそれを犠牲になってもやっぱりより多くの鳥の、えーまあ、やっぱ救いになるという考えをすればです、ねまあ、今のうち止めておいた方がいいんでしょうかですね。 私もこのニュースを見て自分のスマホのこう写真の履歴を見たらいっぱいここで写真を撮ってたんですよね。はいうん、やっぱりこう餌付けなんかもできたりするし<ー>本当に身近で感じられるスポットなので、うん、まさに憩いの場っていうところなんですけどねでも殺処分されてもですねたぶんいっぱい卵がまだ残ってるでしょうからまたすぐ,すぐふ化してですねはい。はいはい 今本当にあの全国で、えー、鳥インフルエンザ広がりを見せていて12月7日の朝の時点で16の道県およそ400万倍以上が今殺処分になっているということです。